イチョウやブナの木は黄色に、カエデやツタは真っ赤に色づきます。赤や黄色い葉っぱが山の裾に散りばめられた様子を着物に例えて裾模様と言います。この着物は Kurotomesode です。 Kurotomesode は裾模様です。結婚式に新郎新婦の母親が出席する時のフォーマルな装いです。独身女性の最もフォーマルな装いは振袖ですね。絹織物の艶やかさ、美しさは芸術品ですね。愛子ばあちゃんでした。